トゥーワルドのゆうきとはるなとちーです。トゥーワールドのメンバーについにちーになりました。よろしくお願いします。そのチャレンジションちーのツイッターできるんでしょ。はい、できます。あ、いいね、かわいいね、それもね。そうそう、ちーの写真アイコンにします。ねえ、かわいい。はい、トゥーワールドマスコットキャラクターちーって。そう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 、楽しみだな。はい、今回は緊急で動画撮ってます。緊急です、緊急。なんすか、緊急。今日ね、千葉鑑定団湾岸習志野店の方に、はい、撮影来てるんだけども、うん、今日朝これが届きました。レターパックの、なんだこれ。トレベルさんの10万円福袋、これをまず開けてからテンション上げて奈良館に行こうかなと。たまにはこういう価格もいいかなと。え、ありだよ、新鮮新鮮。こんなに後ろがふわふわしてると思わなかったよ、佐々木が。まあ、初めてレベルここ座ったの。めちゃくちゃいい車だからこれ、本当にこんなんなってんだよ、手元が。手元こんなの。定価950万ですから。あ、テレビ、あ、テレビ。すごいでしょ。定価950万。いつもこれで送ってもらってんだから。こんな感じでね、今回はね、このトレビルさんの10万円オリバー、うん、やっていこうかと思います。補足なんだけども、3つ限定だったんだよ、これね。販売してて。でね、なかなか売れなかったのよ。10万円ちょっとレベル高いよね。まあ確かに、ネットで販売してるから、どうなのかなって気持ちはみんなあるだろうし、俺たちが、これ先頭切ってやっていけば、あ、安心なんだよ、ここはっていうのを、まあ紹介もできるし、今回その3分の1の中に、キンスリードみたいな。おぉ、それが超激アツらしいんだよね、演出。まあ俺たちもね、トレベルさん結構オリパ買ってるんで、福袋強いんだぞっていうところをね、見せていきたいなと。見せたい。開封していこうかなと思います。はい、それじゃあやっていこう。しゃ、強引にやっちゃって、強引に。まだね、ほんと開けてないから、マジで。届いてきてそのまんまの姿で持ってきた。そうそうそう、みんなとね。お、どんな感じ？え、もう分かる？こんな感じなんだね。あ、福袋。それちょっとネタっぽく怖いから、ちょっと後ろの方に置いててください。感じでいくと、5パックぐらいは入ってるかな。開けていこうか。でもね、すごいんだ、トレビルさん。全部ローダーに入ってるから。二重スリーブローダー。素晴らしい。だから、買う方もね、すごく信用があるって感じ。うんうんうん。本当に。そうですね。なんかサランラップとかじゃなくて、信用があるって感じですよ。サランラップとかさ、ダンボールとかよりかはローダーの方がなんかいいよね。いいですね。なんかそんな感じするよね。まあそんな感じで中身素晴らしいね、やっぱり。嘘でしょ、やっぱり素晴らしいね。あ、さらに封筒。お、ナンバーワン、にナンバーツー、ラストって書いてある。ラストだって。そういうこと。演出あるよ、演出あるよ。え、3枚 ?3 枚しか入ってない。3枚で10万か。これが金スリーブだったらやばいと。動画のこともちゃんと分かってるっすね。じゃあラストから行こうかな。違う違う違う。分かってないんだよそれ、動画のこと。分かってないんだよそれ。演者分かる。違う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 。これラストで置いて終わりじゃない。うん、もう8分経ってるからね。じゃないのよ。これは最後なの？最後だよ。ラストって書いてある。最後。あの、渡しとくと開けちゃうから。預かったとね。ナンバー1って書いてあるとこからね。オッケー、じゃあナンバーワンから開けましょうか。はい、行きましょう。はい、じゃあ行きます。これいきなりさ、もう金、あれ、え、何、見せて見せて見せて、あれあれ、何、早いぞ、金、もう金、あれ、ちょっとトレベルさん、これまずない、ちょっと、え、もう金、え、じゃあ全部金なのかな。しかも金色のスリーブの演出は熱いですっていうのを、その福袋の中で金色のスリーブが必ず入ってるところがある。全パックなんだろうね。じゃあそれさ、2とさ、ラストもさ、金なのかどうかで確認しよう。あ、そうだね、そうだね、そうだね。次ナンバー2、うん、しかもさ、2枚入ってるよ。そう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 。マジ、え、これマジで、うわ、金だ、金だってことはラスト？うわー、全部金だ。これ多分一番激アツ系だと思う。一旦じゃあ開けてみましょう。そうだね。1からだね、1から。ラストか。だから、YouTube だって。あ、そっか。これ YouTube だって。あ、そっか。一般の人ですらラストから開けないよな。そう、一般、2からも開けないよ。じゃあとりあえずね。あ、こういう感じなんだね。パッとは見れないやつだよね。じゃあまず、1枚目。角丸インナー使ってる。なんかさ、いいよね。あのさ、3000円とかさ、5000円とかさ、当たり外れじゃない、ギャンブルじゃないの、分かる。もう当たりなのは確定してんのよ、オリパ。面白いよな。だからもう当たりを開封するだけでしょ。そうそうそう、しかも金スリーブ。素晴らしい。いきます。おお、
輝く系？ブラッキーとかじゃない？色ブラッキー。あ、光る系？違う違う、25周年。あ、25周年めっちゃ熱いじゃん。嘘でしょ。うわ、めっ、待って、もう1万9000使っちゃったよ、ここで。まあ、今そうっすね、そうか、1万9000ぐらい。1万9、まあ、1万、余っても1万5000か、うん、1万5000円から1万9000円のか。で、2枚入ってるんでしょ。え、しかもそう、ナンバーワン枠2枚入ってるよ。ちょっと行ってみましょう。はい、この辺真ん中。はいはい、サポートじゃない。へあ、サポート。あー、ポプラ、ポプラ、プーロだな。ポプラも上がってんだよね。来てみ、来てみ。冗談ですやん、そんな。プーロだな。せーの。おお、超熱いんだけど。待てよ待てよ待てよ、もう半分そろそろ来るぞ。やばいって。やばいって、これまだ1番だからね。しかも2番にもナンバー2番にも2枚入ってんだよ、これ。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、これもうすでにやばくない？1万5000、まあ1万9000ぐらい、まあ1万5000ぐらいか。でもどっち合わせても3万ぐらい、いいとこ、うん、全然いきます。いくよね、うん、でもこれまだナンバーワンだから3万で9万じゃない。ああ、なるほど、うん。お前夢ないな。お前夢ないな。そんなわけないでしょ、わざとラストって書いてあったから。そうだよね、そうだよね。じゃあ次、ナンバー2を、うん、あ、じゃあラスト。いやいや、ナンバー2からだって。すごい気になってきちゃった。いや、やめても、じゃあ早くナンバー2だって。はるちゃんもそう思うでしょ。勝ち確定は長くなるから、もう。あ、本当それ、本当それ。勝ち確定長くなるのよ。そう、あの編集してて楽しくなっちゃうから、ね、そう、俺も足痺れてくからね。15分この体勢。じゃあ体勢ちょっと整えてもらって、ね、大丈夫だよ。ずっと正座してるから。そうだよね、うん、そう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 、辛くない程度に。オッケー、いいよ、オッケー、行きましょう。じゃあ次、ナンバー2いきたいと思います。はい、行きましょう。じゃあ、2枠目の一口目。そうそう、こんなに全部が金だと思ってなかった。確かにな、これ。いや、超いいじゃん、めっちゃおもろいじゃん。いや、もうサポートやん。ちょっとさ、これそう、どこサポか見ましょう。そうだね、あーと、1個前ですね。1個前ですか。シールド系だな。マリプラとか来ちゃう。いやー、ないよ。プラかもよ。いやいや、10万だからさすがにない。それはそれはさすがにマーリーのプライド。うん、なんだろうな、ここら辺で来て、俺まあ過密で来てるから貝ぐらいの感じはするから。でも貝あるかもしれない。 V 売りの貝はありそうです。スペジャグの貝。いや、スペジャグの貝はさすがに、さすがにそれは言い過ぎやぞ。行ってみましょう。行きます。うわ、強っ。うわ、サナだって。強くない？これ上がってんだよね。いや、もう2万超えてるもんね。これスペシャルの回とかと同列ぐらいの。もしかしたらもっと高いわ。え、待って、ケティミ、もうほぼ俺はもう勝っちゃうぞ。勝ち確ですよ。さ、最後さ、こういうやつやめてくれよ。神代。えっていう金すりの神代。えっていう。いやいやいや、この強いね。強い、よりどりみどりじゃん。還元しまくりじゃんね。行くぜ。うわー、熱い。あ、なに、見て、新しいやつ。うわー、やべえこれ。いや、もう俺それ分かってる、ミモザでしょ。俺が思うになんじゃもっぽい気がするんだけど、もうここまで来たらよくわった。いやー、マジでなんじゃもの SR 来ないか、俺はミモザだと思います。グルーシャ SAR とかもありえる。いや、だってそれ SAR でもないし、輝き的に。あ、そっかそっか、そう、 S ですか。だからミモザぐらいだと思います。ミモザかもしんないな。3万ぐらいになった。でもそこでもうミモザ来てももう勝ちなんだよ、もう。そこでミモザ来ても勝ちなんだよ、もう。いくよ、せーの、せ。強すぎだろ、マジで。ほら、なんじゃもん。強すぎだろ。ほら、なんじゃもん。待って待って、もうとっくじゃない。もうやばい、もう超えたよな。10万ラストなんてもう開けなくてもいいぐらいだよ、もう。じゃあもう開けないでこのまま終わろうか。なわけあるか。ラスト、なんじゃもんの SAR だな。いやいや、それはだって10万じゃ効かないもん。あ、そっか、飛び抜けすぎ。15、6万するから。え、じゃあなんだろう、なんだろう。ちなみにラストは1枚。1枚だ。あの、ケーキ漬けにね。え、みんな、あの、トレベルさんの買った方がいいよ。今50万売ってるから。うん、50万の福袋売ってるから。もうでもさ、これ流す頃にはもう売り切れてると。一口しか買えないの、50万。ゆうきさん、お願いします。無理。じゃあ最後、チーにあげてもらおうかな、ラストは。いいな、題名だよ、お前がマスコット、ゆうたろう。チー、頑張れよ。じゃあ最後の枠、チーが持ちたいと思います。はい、頑張れ。はい、ゆっくり行こう。じゃあ、チー行きますよ。よろしくね、チー。はい、嘘でしょ。見て、これ何？分かった。ミューだ。 VMAX だろ、これ。ミュー VMAX じゃん。絶対そう。見せた、せーの、強すぎだろ。
強すぎだ、すごいねこれ。いや10万のレベルじゃない、これ10万やばいよね、やりすぎだよね、ちょっとやりすぎ、あのすごいね、いやこれちょっとやりすぎだろマジで、えこれはすごいね。ちなみにこれ案件でも本当なんでもないから、本当に俺が普通に買っただけだから、うん、本当マジで。逆にほら、あと2つ買った人どれどういうのだろうか、ちょっと気になるよね、逆に。そうですね、まあ、買ってる人で見てる人がいたら2ワールドアカウントここに貼っとくんで、うんうん、あのこちらの方に DM してもらえればちょっといいかなと思います。はい、はい、なんか今日めくらっちゃったね、いきなりね、うん、何この満足感。まだまだ撮影これからだから、もう行くよ。満足しちゃってもらうと、もういいかな、これ以上に勝てる気がしない。ほら行くよ、今からお金使いに行くんだから。もう今日いいかな、メイチもう今日よくね、別にパパ仕事して、はい。はい、こんな感じでね、ちょっとみんなも多分あの反応に困ってると思うけど、一応ねこれ何にもやらずなしで、もう別に相手の連絡先とかも全然わからない状態で、ちなみに相手の俺住所もわからないから、まあそうね、こういう風に来てるから、うん、連絡先で言ったら DM しか本当分かってないから、うん、だから別に何の忖度もないし何のあれもないから、なのでまあめっちゃ強いよと、強い、ね、みんなにあの言いたい。いや、はい、俺も個人的に買いたいっすもん。いや俺これ本当は出したくないな、俺もまた買いたいもんね。え、はい、なんでトレベルさんね、ぜひね皆さんもチェックしてみてください。はい、概要欄の方にはTwitterのねリンク貼っとくんで、はい、はい、で今回は終わりたいと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。年内1万人目指してるんで、そちらの方もよろしくお願いします。それじゃあまた。